レアルマドリード・カスティージャとは、レアルマドリードのリザーブチームである。スペインサッカーリーグ、セグンダ・ディビジオン B のグループ1に所属している。レアルマドリードの予備チームであり、レアルマドリードの下部組織の選手たちが所属している。スペインの予備チームは、個別のリーグではなく、上級チームと同じリーグシステムでプレーしている。ただし、予備チームは、 上級チームと同じディビジョンでプレーすることはできない。したがって、レアルマドリードカスティージャはプリメーラディビシオンへの昇格の対象外である。リザーブチームはコパデルレイへの参加ができない。さらに、23歳未満のプレイヤー、またはプロの契約を結んでいる25歳未満のプレイヤーのみが上級チームと予備チームを切り替えることができる。 エスタディオン・アルフレッド・ディ・ステファノ・レアル・マドリード・カスティージャの歴史は1948年にアグルパシオン・デポルティーバ・プルス・ウルトラ、AD ・プルス・ウルトラというテルセーラ・ディビシオン所属の地元アマチュアチームがレアル・マドリードの選手育成について合意したことから始まった。チームはもともと1930年に創設されチーム名をスペインの国家標語から取った。レアル・マドリードは AD プルスウルトラに対し経済援助を行い、見返りにチームに在籍している最高の選手たちの第一、先外見を得た。チームは1949年にセグンダディビジオンに昇格し、1952年に正式にレアルマドリードの B チームとなった。1954年、AD プルスウルトラはスペイン U-19 カップ決勝でエスパニョールを破り優勝。 1959年には、コパデルレイジュン・ジュン決勝で、グラナダ CF に敗戦した。1950年代、1960年代には、サラガ、マテオス、マルサル、カサード、ビジャ、ビダル、セレーナ、グロッソなどの未来のレアル・マドリードの選手たち、スペイン代表選手たちが、AD プルス・ウルトラでプレーしていた。また、ルイス・アラゴネスも短期間ながら在籍し、 ミゲルムニョスはこのチームで監督のキャリアをスタートさせた。1972年、AD プルスウルトラと同盟の保険会社が破産したため、チームはカスティージャ CF と名称を変え、新しくレアルマドリードの B チームとなった。名称がカスティージャ CF となってから、チームは黄金時代を迎えることとなった。この時代、チームにはアグスティン、ガジェゴ、 ネダが在籍し、し1979 1980から19シーズンののコパデルレーの決勝に進出した。カスティージャ CF はトーナメントでエルクレス CAF、アスレティックビルバをレアルソシエダ、スポルティングで基本という4つのプリメーラディビション所属チームを破る快進撃を見せた。ちなみにソシエダとスポルティングはこのシーズンにプリメーラでそれぞれ2位と3位になっている。 決勝では、カスティージャ CF のトップチームであるレアルマドリードと対戦し、6から1と大敗、準優勝に終わった。しかしレアルマドリードがリーガで優勝したため、カスティージャ CF は UEFA カップウィーナーズカップの出場権を得る。翌シーズンのカップウィーナーズカップ1回戦では、ウエストハムと対戦。サンティアゴベルナベウで行われた、ファーストレックは3から1で勝ったものの、 セカンドレックでは5から1で敗戦し、トーナメントから姿を消した。カスティージャ CF は1984年、1986年、1988年のコパデルレーで準々決勝に進出した。1984年、アマンシオ・アマロ監督の下、カスティージャ CF はセグンダ・ディビシオン優勝を果たした。チームでは、キンタデル・ブイトレのメンバーたち、 エミリオ・ブトラゲーニョ、マヌエル・サンチス、マルティン・バスケス、ミチェル、ミゲル・パルデサがプレーしていた。しかしながら、レアル・マドリードがすでにプリメーラに所属しているため、カスティージャ・ CF の一部昇格は不可能であった。1987から1988、シーズンには3位に入ったが、同じ理由で昇格はできなかった。1991年、スペインサッカー連盟が、 トップチームと下部組織のチームの名称の統一化を図ったため、カスティージャ CEF は、レアルマドリードデポルティーバと名称を変更した後、最終的にレアルマドリード B に落ち着くこととなった。1990年代、二人の元レアルマドリードの選手たち、ビセンテデルボスケとラファエルベニテスがこのチームで、監督のキャリアをスタートさせている。1997年、レアルマドリード B は、 西軍ダーディビジョン B に降格するが、チームは素晴らしい選手たちを排出し続けた。レアルマドリードのトップチームで地位を確立した、ラウール、ラウールブラボ、グキー、イケルカシージャスなどのメンバーである。また、イスマイル・ウルサイス、サンティアゴ・カニサレス、ミスタルイス・ガルシア・フェルナンデスなどの元レアルマドリード B の選手たちも移籍先のリーガのクラブで成功を収めている。 2005年、ファンラモンド・ペスカロ監督が指揮し、チームがセグンダ・ディビシオンへ復帰すると、レアル・マドリード B はカスティージャの名称を復活させ、レアル・マドリード・カスティージャとなった。2006年には、クラブ施設のシューダード・レアル・マドリード内の新スタジアムがエスタディオン・アルフレッド・ディ・ステファノと命名され、フランシスコ・モレーのカリニエーナがここ16年間で、 初のトップチームから独立した会長に就任した。2006から07シーズン、22チーム中19位という成績で、西軍ダディビジオン B への降格が決定した。2008年12月には、監督を務めていたミチェルがカンテラ警視政策を批判して辞任。フレン・ロッペテギが監督に就任した。2011年1月には、アルベルト・トリルが監督に就任。 2010から11シーズンはリーグ3位となるもプレーオフの結果昇格することはできなかった。翌2011から12シーズンにはリーグ優勝を果たし、プレーオフでもカディス CF を2試合合計8-1で下して西軍ダディビシオン昇格を決めた。2013から14シーズンには22チーム中20位となり西軍ダディビシオン B に降格した。 2014年7月にジネディーヌ・ジダンが監督に就任。2015から16シーズン中の2016年1月4日、トップチームの監督であったラファエル・ベニテスの会議に伴い、ジダンがトップチームの監督に昇格。カスティージャの新監督には、フベニールへの監督を務めていたルイス・ミゲル・ラミスが就任したが、 2015から2016シーズンのプレーオフでセグンダディビシオン昇格を逃した結果退任した。2016年6月公認にクラブ OB でフベニール A の監督であった元アルゼンチン代表のサンティアゴ・ソラーリが昇格。2018年10月トップチームの監督であったフレンド・ペテギが成績不振により解任、ソラーリが トップチームの暫定監督に就任した。後任には SD ・ポンフェラディーナの元監督であった、ホセ・マヌエル・ディアスが復帰したが、2018から2019、シーズンはプレーオフで、セグンダ・ディビシオン昇格を逃した2019年6月20日、現役時代は、クラブの象徴的存在であり、前、フベニールビー監督のラウル・ゴンサレスが監督に昇格。 選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。